はい、それじゃあ今日から、このモバイル新北斗無双を遊んでいこうと思います。スタート。一昨日ぐらいにリリースされたのかな。で、ちょっとだけ1分ぐらいだけ遊んだことあるんですけどね。このワールドってなんだろうな、なんか適当に入っちゃえばいいみたいな感じだった気がします。お、始まった。時は世紀末、世界は最終戦争の豪華に包まれた。オタコンの声か、違うかな。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は絶滅してはいなかった。だがなんかバイクはいっぱいあるんだよね。人類は死滅していなかった。いや、北斗が如くでも言ったけど、やっぱこいつらの体やばいよ。とても食料と水が不足してるね、体じゃないんだよね。 Z 兵いや水だああ、食料もたっぷり持ってやがったぜ。ケツも吹く金に、あ、そうだよね、こんなもんまで持ってやがった。今じゃケツを吹く紙にもなりゃしねえってのによ。要は再び暴力が支配する時代になっていた。ケンシロウたちが望んでいた時代ですな。ジード、この Z 兵ってジードさんのことですね。ジード兵ってことだな。なんだ、あ、右の人ジードっちゅうんだ。漫画は10年ぐらい前、もっと前かな、にいっぱい読んでたんですけども、ちょっとさすがにね、全部覚えてないですね。最近北斗無双のゲームもやってたんですけども、北斗無双じゃねえ、北斗が如くか、あれ面白かったな。偵察隊の奴らが何者かに何誰だ、誰がこんなことをって、何、やっぱ爆死してんのかな。ジードのメンバーとしてのことかこいつ肩えぐいな、なんだこの装備、今気づいたけど。それにしても死体が変だ、どう見ても外部からのものじゃない。全部体の内部から破裂したような感じだ。北斗神拳の本質分かってるな。まだ息がある。あれ？そんなやついるの？何があったんだ？北斗。やっぱ北斗神拳って、なんか、有名なんだよな。爆死した。あんまりね、知られてないはずですけどね、憲法的には。なんだ今のは、まさか小型の次元爆弾のようなものを。一体何が、そして北斗とは。まあすぐわかるよ。数時間前、ここからゲーム始まるのかな。どうしてかかってこい。ちょっとね、このケンシロウの、あ、水探してる。顔がなんか変というか違和感があるんだよね。左のこれで。なるほど。で、ちょっとだけ戦いました。この実況やる前に。ボタンタップで攻撃。連打または長押しすると連続攻撃。いやー、無双がね、携帯でできるとはね。長押ししてみましょう。何やってたかな？昔は三国無双だけやってたんですけども。もうダッシュ攻撃ができるんだね。灼熱地獄、そこら辺で火焚いてあるけど、何考えてんだろう。で、昔ない三国無双は結構やってて、何やってたかな、3かな、超面白いやつ。これなんかやっぱ単調になるな。あ、なんか帰ってった。北斗神拳を見てきた。4だか5になったら面白くなかったんだよな。まだこのゲームの仕様というか、そういうのを全く理解してないです。どうなんだ。戦闘に勝利、1分以内にクリア、1分30秒以内にクリア。案外サクサク進む感じなんだな。こっからはちょっとよくわかんねえな。プレイヤー名は、まあ、新たで、やりますか。はい、ダウンロード。ダウンロード画面でもなんかあるな。これは、ん？あ、核戦争始まった。
ああ、これユリアですね。髪紫なんだ。北斗が如くだった。あの時赤い髪の毛だった気がするな。おい、おしゃれな演出。ジャギ。あ。いや、おかしいだろ、今の。っぽいイメージですな。うおーおー、こんなシーンマトリックスであったな。あ、何この演出。うわー、エッチー。あー、このシーン、北斗龍彦と、なんと小波流の構えですね。北斗となんとがなんか交わるとき必ず死ぬみたいな、そういった言い伝えがあったんですけど、まあ面白い構えなんですよ。そのなんていうか、まあいいや、ちょっと説明しにくい、漫画読んでください。これラオウですね。一辺の悔いもないラオウですね。これ豪商派かな。わけわかんない。この人たちはね、やっぱり核戦争があって本当に良かったですよね。他にやることないですからね、殺し合い以外。うん、このケンシロウやっぱりなんかちょっと顔に違和感があるな。よし、やっとダウンロード完了した。お、なんか来たな。謎の女性、お目覚めになられたのですね。あなたが見たのは失われた戦いの記憶。愛と悲しみを背負い生きた者たちの伝説。それを背負った生きた、背負って生きた人って、ケンシロウぐらいじゃねえかな。ラオウもか。先ほどの男はケンシロウ、一子相伝の暗殺拳北斗神拳の伝承者。この伝説の中心となる人物です。あれ、俺がケンシロウになるんじゃねえの。今現れたのは伝説の一辺に過ぎません。しかしあなたの力で呼び起こされたものです。はあ、はあ、私は流浪の占い師、どうかその力で伝説を蘇らせてください。どういうこっちゃ、力の使い方がわからない。うん、そういうの、その通り。安心してください、私が順番に説明します。これね、素人が成り上がる、そういう話なのかな。まずは世紀末の生き方を伝えましょう。クエストに進んでください。世紀末の生き方ってだいぶ難しいと。チュートリアルかな。第1回はチュートリアルだけやることになるかな。クエスト。なんかいっぱいあるんだな。これ、ストーリーを進めることになるのかな。その北斗の拳に沿ったストーリーとかあるんでしょうか。あ、ん?まあ、とりあえずチュートリアルのままやってみますか。進化して通常攻撃うんぬん。これちょっと顔違うのは、やっぱり実はケンシロウじゃねえのか。通常奥義と回避。ボタンタップで通常奥義を発動します。通常奥義にはそれぞれ、クールタイムが設定されており、再発動には時間が必要です。はい、回避ボタンをタップすると回避を行います。回避開始から一定時間無敵になります。なるほど、回避性能プラス1みたいなものだな。回避には回数のストックがあり、それぞれ2クールタイムがあります。ストックをすべて使い切るとしばらく回避が使えなくなります。はーん。ちょっと待って。この一番上のボタンは?あ、奥義か。使っちゃった。あ。じゃあこの青いのはもしかして奥義かな?おほーん。岩山量産派かな。これが回避だね。一番下のは。なるほど。これ画面のその、なんというか、視点の切り替えみたいなのはできない。みたいだな。殺されてえのか?棟梁。なんじゃそれ。シールドが有効だと通常攻撃にひるまず体力へのダメージが軽減されます。シールド残量は、通常のゲージで表示されます。青いのか。シールド破壊するとシールドゲージが回復するまでスタン状態になります。チャンスなどで攻撃してダメージを、奪いましょう。もし相手にシールド破壊されたら、こっちのシールドもあるんだね。攻撃ボタンを連打してシールドゲージを、早く回復し、スタンから抜け出しましょう。これ連打ってことか。あー、なるほど。周りのやつもいるからちょっと邪魔だな。あと視点がやっぱ、なんていうか、ずらせないっていう。あ、これ殴り合いになるのか。避けるとかじゃなくて。なんか、ちょっと待って、うぜえやついるな。どこだ?ん?あ、爆死してるやついる。あ、今、なんか、あ、じゃあ、奥義使いますか。はい。おお、一番、あれ、勝った。終わった？あ、終わった。サクサクですね、結構。
全剣士生存。全剣士、俺以外の剣士がいるのか。はあ、はあ、レベル30まであるのね。んー、何ゲットしたんだ。まあいいや。やはりあなたは十分に世紀末を生き抜く力を持っています。やっぱりさっきの男はケンシロウではなく、ただのめちゃくちゃ強いおっさんなんだ。しかしこの荒廃した世界には多くの脅威が潜んでおり、一人の力ではやがて立ち行かなくなるでしょう。仲間の剣士が必要です。共に戦う仲間の存在こそ世紀末を生き抜く鍵となります。まあ、結局ケンシロウ一人でラを殺したけど、先ほどの戦いで剣士の力が宿った星変、星変、星変はおかしいな、星変と読むことにしよう。星変を使い仲間を、集めましょう。視聴性っていうしね。え、無法者の星変、やだよ。世紀末グレンタイ無法者何、こいつのなんかが俺に流れ込んだってこと。何、あ、仲間か。剣士の初回確定、あー、うんちゃらかんちゃら、はい。無法者に様々な剣士の奥義を装備しよう。新たな剣士が仲間に加わりました。あなたは助けとなってくれることでしょう。聖変を集めると頼もしい剣士を仲間にできます。あー、なるほど。え、シュレンとかいるじゃん。シュレン、ヒューイ、カーネル。あー、カーネルとか懐かしいな。あ、キバ親父。はー。キバ、ハート、マミヤ。あ、結構いっぱいいるね。新たに加わった剣士とともに次の戦闘へ向かいましょう。まあこうちょっとここまでやっときますか。どこまで終わらすか分かんないけどね。左の、あ、原作ストーリー追体験伝説編、これはやりたい。クエストはちょっと、まあ、少しだけやったらいいかな。伝説編を実況ではやっていこうかな。戦いへ向かう前に先ほど仲間になった剣士を編成しましょう。この辺は、なるほど、完全にチュートリアルだな。お見せする必要もないかもしれないけど、まあ一応見せとくか。次は伝承奥義を剣士に装備させましょう。伝承奥義とは通常奥義とは異なるより強力な必殺技、共に装備することで戦闘中に使用可能になります。ただん、装備で奥義か。あ、百裂剣あるじゃん。てかこんな簡単に百裂剣使っていいの。百裂剣はーん。伝承奥義は奥義ごとに異なる追加効果を持っています。北斗百裂剣であれば回心率が高く強力な攻撃が可能です。敵に合わせた奥義を装備し戦闘で使用してみましょう。今回の敵は誰だい。棟梁、誰じゃそれ。どうしたかかってこい。この始まり方は一緒なんだな。で、百裂剣はこの右の上にあるやつか。伝承奥義、百裂剣、陶器ゲージを貯めることで発動可能になります。敵を攻撃、または敵からダメージを受けることでゲージを貯めましょう。ヒートアクションみたいなものですな。陶器ゲージ最大時にボタンタップで伝承奥義を発動します。伝承奥義発動中の剣士は無敵状態。あ、無双乱舞か。なるほどな。懐かしい、無双乱舞あったね。とりあえずなんか、自分が死にそうになった時発動して、なんというか無敵だからね、あれやると。でなんかやるって感じで、なこの爆死する人近くにいたらどうなるんだ。あー、別に自分が食らうわけじゃないのか。まだね、いろいろ探り探りなんですよね。タイプ、6種類のタイプが存在し、有利不利が設定されています。無以外のタイプには真、偽、対、烈、根、真。はー、なるほどね。なんですかね、よくわからんね。どの人物、ケンシロウだとどれとかあるのかな。ラオウは列かな。レイは、技かな。なんか色的に心がユダな感じはするけど。奥義にもタイプが存在します。敵の弱点タイプの奥義で大ダメージを与えひるませることができます。逆に敵の耐性タイプの奥義だとダメージが減りひるませることができない。これ覚えるの結構大変だぞ。これ覚えにくいな。敵の奥義のタイプは剣士のタイプと同じです。相性が悪い剣士だと大ダメージを受ける。ああ、大ダメージ、この世界における大ダメージは死だからな。ん、ち
ちょっと棟梁待って、棟梁待って、百裂剣が溜まったら撃つからちょっと待って、ちょっと岩山梁山派の広範囲攻撃で、あれ、あ、岩山梁山派ボタン間違えた、こっちこっち、はい、あれあんまり広範囲じゃなかったな。よし、百裂剣そろそろ撃てる、はい撃てるね。じゃあ君に撃ってあげましょう。はい、ボタン押してる。終わったってちゃんと言ったね。あれまだ死ん、ああ一発で終わった。一応弱点かどうかって表示されてたね、今されてた気がする。ちょっとあんま見てないけど、あれこれで終わりじゃないのかな。あと俺全然回避使ってなかったけど、何この胸毛。交代攻撃とタイプ相性、交代攻撃とは剣士が交代する際に繰り出す攻撃。はあ、なるほどね、はいはいはい。交代無法者、無法者の伝承義のタイプが敵の弱点タイプと一致しています。無法者の伝承義を使用して敵に大ダメージを与えましょう。今だけ同期でゲージ最大にしてくれるんだ、ありがとう。で交代可能、交代をするにはどうすればいいんだい。ちょっと待って、どうやって交代するやんのこれ。ちょっと待ってね、この人を押せばいいのかな。あ、交代した。で、じゃあ奥義、はい。解放者お前が言うな、お物が。じゃあ、あ、普通にこいつも強いのかな。ちょっと奥義っぽいの使ってみようか。これは、あ、バット。なんだ今の。割と結構ふざけてるね。あ、でもなんか無法者ってなんつうかモブキャラというか、要は敵の雑魚キャラと一緒の見た目だけど割と強いんだね。んで全然食らってない気がする。もう一回、はい。強いじゃん。え、強くないこの無法者。わけわからん。こういうやつが強いってなんかいいね。ケンシロウが強いのは当たり前だけど、こういうなんかわけわかんないヒャッハたちが使えて、しかも結構強いってのは面白いな。先ほどの戦闘で世紀末カードを手に入れました。ちょっと最初だから次々要素が出てきてやめるタイミングがわからないな。世紀末カードとは伝説の一片を宿したカードで、剣士に装備させられます。装備みたいなもの、装備みたいなもの、装備か。戦闘に向かう前にカードを装備してみましょう。これや、またバトル始まっちゃうのか、どうしようかな。やっぱクエスト始まるんかい。まあいっぺんやってみるか、最初だしね。この3つで終わりにしましょうか。で装備ができると、世紀末カードを剣士に装備させると初めて効果を発揮します。はいはいはい。で剣士郎に装備変更、まあまあ分かった。装備ちょっとね、文字が小さい気がするな。細かすぎるね、文字が。もうちょい大きくならないかな。世紀末カード SR うんちゃら。世紀末カードを装備したことで剣士のパラメーター上昇、はい、パラメーター上昇、はいはいはい。で最大3人の剣士編成、ケンシロウ、マミヤ、レイ、最高のメンバーじゃないですか。じゃあまあこいつやりますか、最後に一勝負と。で変なヒャッハー野郎でやってもいいんですけど、まあやっぱりケンシロウでね、やっちゃいましょう。オーラ優勢、闘技ゲージうんちゃん、なんだこれ。自分の総オーラが敵のオーラより大きい場合、闘技ゲージが増加し、伝承奥義のダメージが上昇します。伝承奥義ってどれだっけ、上のやつか。武装ラムか。多くの剣士を強化し、オーラを上げて有利な状態でバトルを開始しましょう。つまり強ければ強いほど弱い者いじめできるのか。オート。ボタンタップでオート操作に切り替わります。オートは通常攻撃のみ行い、オートプラスは通常、ああ、なるほどね。ちょっとじゃあ、オートやってみよう。はい。これ今僕何も触ってないんですけど、
俺より結構やってくれてんじゃねえか。あ、移動も勝手にしてくれんだ。なるほどね。まあそりゃ繰り返しのゲームになっちゃうから、こういうなんというか自動でやってくれる要素も必要なんかな。これは実況やる分にはだいぶ楽ですね。じゃあオートプラス奥義。おお、ちゃんと奥義使ってくれた。我が剣を喰らえ。気持ち悪い、何こいつ。じゃあせっかくなんでオートで殺せるかどうかやってみますか。じゃあこれ百裂剣もやってくれる仕様に。おーおーおお、やるじゃん。え、まだ終わってない。百裂剣、じゃあ頑張ってくれ。え、強くない？やっぱ AI 俺より強いな。もうこれ任せっか。まあ他にドラクエのスモールライトってやつもやってますけど、やっぱりこういうオート要素必要ですよね。繰り返しやるやつだとね。はい、無法者。あなたの強さまるで世紀末救世主のようです。ケンシロウの時代のどれぐらい後の話なのかな、この時代。その活躍によりミッション達成。はいはいはい、やばい、終わらない。ああ、なるほど。この辺りは、その、いわゆる、ソシャゲって言えばいいのか、ソシャゲの定義がわかんないから、なんとも言えないな。達成したミッションに応じて、いろいろな、報酬を獲得できます。あなたの役に立つものばかりです。積極的にミッション達成を目指しましょう。はい。それじゃあ、全然終われない。ミッションで手に入れた聖変で剣士をさらに強くできます。なるほど。ケンシロウじゃなくて無法者を強くしなきゃいけないの、やだな。聖変集めて限界突破と。うん、聖変には剣士の力が宿っています。消費すると剣士は限界突破できますと。スモールライトでいうあれかな、パワーアップみたいなものかな。やっぱり小さいな、文字が小さい。限界突破で剣士許可ね。はいはい、だんだん読むのがめんどくなっちゃったな。さまざまなレアティー剣士。伝説編が解放。あ、これか。で、伝説編、これだよね、やらなきゃいけないのは。あれで、実況で。ここまで頑張ってくれたあなたに強力な剣士 SR ケンシロウを呼び。よしよしよし。じゃあチュートリアルが終わったので、おお、なるほどな。はいはいはい。うん、そっか、リリースされて14日が最初だから、僕は3日間逃したのね。おい、終わんねえぞ。ミッション達成しながら、うんちゃらかんちゃら。はいはいはい。はい、あなたの話はこれで終わりと。じゃあ、今日は、あれかな、チュートリアルだけ終わしまして、まあこれ獲得できるみたいなので、獲得だけしときますか。まとめて受け取りが、あ、あったあった、そういうのあるよね。一括受け取りと、デイリーミッションと、通算ミッション、なんだこりゃ。あー、なるほどね。はい。北斗神拳は無敵。いい声じゃん。はい、ケンシロウゲットと。ん？なぜ一括受け取りしたのに受け取れてないんだ。はい。じゃあ、まあ今回これで終わりかな。このアプリ何年やるかな。ガチャとかもあるし。はあ、何回でも引き直し、え？マジで？じゃあ次回これ、次回はガチャ引いてこうかな。1日1回無料ガチャとかあるから、ちょっとガチャも見たいので、このオーブガチャ左にあるやつね、引いて、ちょっと待てよ。何回でも、ま、いや、10回引き直し可能？残り1回。本当に引き直し可能なの？初回限定 SSR 確定、何回でも引き直しか。じゃあ僕の好きなキャラクターのレイが出るまで
引いてみましょうか。定期一覧、これで誰が出るか見よう。うんちゃら優勝部無勝部 SSR、 ああこれだんだん、でも北斗の拳のキャラって上限決まってるから、なんか後から増えたりとかしないんじゃないのかな。もうこれでほぼマックスなんじゃない。ちょっと適当に見てみると、岩山両座班、おお北斗十波山、これはハート様にやった技。北斗高麗駅、これ忘れたな。飛翔走飛波、うわ分からん。北斗と、俺の知らない技ばっかり。バルカンアローとか、なんかなんかさっきすごい面白いのあったな。痛えよ。そっか、痛えよは、あのハート様の一番最初の登場の時かな。すごく優しい感じでハート様は登場するんですよね。でもちょっと血を見ると性格が変わって周りにみんなぶち殺すっていう面白い性格なんですけど、ハート様、いや、じゃあレイが出るまでちょっと引いてみましょう。は？ここに？え？何？ちょっと待って、初回で、え？なんか僕の今持ってる、これなんだ？スモールライトだとジェムなんだけど、まあジェムと読みますか。950ジェムしかないので4800必要な、これは引けないと。でこの1日1回オーブガチャ、あオーブかな、オーブって単位なのかな、まあいいや。コインガチャ、これはなんか誰でも引けるやつか、まあまあちょっと引けるやつだけ引いておきますか。はい。何これ。緊張するな。ケンシロウが出たわけじゃなくて、おバルカンアロー、何これ、奥義か、マミヤ専用技かな。なるほどね。はい、オッケー。今ので無料1回引いちゃったから、で10連1日1回無料コインガチャ、よくわかんないけどこれもまあ引いてみますか。なんかこの像は変わらなくて、いる場所が変わってんだな。せっかくだからスキップせずに見ときますか。ああ、ん？技プレ、ちょっと仕様がまだ全然わかんないですね。遊んでいくうちにわかるでしょう。はい、じゃあまあガチャちょっと引けないし、まあ今回これぐらいにしときまして。次回はどうかな、バトルで。次回からこの伝説、お前喋るなよ。改めて2つのバトル、いい、分かった分かった。はいはいはい。はい、オッケー、はーい。うわ、始まっちゃった。まあいいや、はい、あ、はい、はい。次回から伝説編ってやつをね、遊んでいこうかな。で、このゲーム伸びしろあるのかな、まあいいや、ちょっと分かんないけど、まあ、北斗の拳好きだし、しばらくはやっていこうかなと思います。はい、それではまあ次回から伝説編なんで、おお動いた、はい、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。